皆様こんにちは。日本画を描いております設楽雅美です。今日から広島の福屋八丁堀本店美術画廊で開催始まりました光こもれ日と雫、設楽雅美松尾綾香若手二人展に、出品しております。今回ご紹介させていただく作品はこちらも木陰の下という作品になります。30号 の、 私にとっては最近ちょっと大きい作品になりまして、今回メインの作品として、展示しております。空に大きく、枝を広げている木を描きました。こちらはブナの木なんですが、木が大きく広げている姿と、あとそよ風に、そよいでいる葉のすがすがしさを描きたくて描きました。木陰のもとで、そのすがすがしさを目の前で感じていただけたらと思い制作いたしました。こちらの作品のお問い合わせは福屋八丁堀本店7階美術画廊までよろしくお願いいたします。ありがとうございます。